演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらドミノピザの今更タピオカピザ3色米を食べたいと思います。これ一番小さなサイズですけど、それでもこれが多分一番オーソドックスな生地、パンピザで、こちらがウルトラクリスピーの、ちょっと見えにくいですけど3種類の生地があります。3枚頼んでるのは、今日がドミノピザの水曜クーポンの日だっていうのもあるのですが、ちょっとしかしこれ相当な、ちょっとで、こういうソースもついてますね。ではちょっと後、本当は後からやろうかなと思ったんですけど、これかなり早くやらないと大変。蜂蜜かこれ、ちょっとかけから食べましたが、ちょっと先にかけますね。これとてもじゃないけど後からかけられない。それでは、こちら、いただきます。タピオカは、これはちょっと思ってたのと違うかな。でもチーズとの相性いいですね。そして生地ですけど、これはタピオカは結構甘めの味付けで、チーズの塩気とよく合っていましたね。それを噛むと同時に割と甘さが強めで口の中に広がってきて美味しかったです。ただタピオカの食感はちょっと控えめだったかな。なので、例えばタピオカミルクティーなんか飲んだ時に来るような、もちもちした食感を求めている方にはちょっと物足りないかもしれないですね。甘さを求めている方にはいいと思います。そしてそれを踏まえますと、3種類の生地を食べたんですけど、ウルトラクリスピーはちょっと薄すぎて、それを十分に堪能する前に生地がどっかに行ってしまうので、噛み終わってしまうのがあっさりしすぎて、ちょっと物足りなさが出てしまったのが残念でした。なので3種類の生地の中では、これはちょっとおすすめできないかなと思いましたね。残り2つは厚みがあって、それを噛み締めるとチーズの塩気が引き立ててくれたタピオカの甘さが口の中に広がってきたので美味しかったです。で、さらにこの、最初蜂蜜って言ったんですけど、メープルシロップソースでした。そのメープルソースをかけると、さらに甘さに曲振りされるような感じになって、より甘さを感じることができて美味しかったです。ただ主食というよりはやっぱりデザートピザに近いかなと思いましたね。というわけで、ウルトラクリスピー以外の2つを今回はこちらの点数とさせていただきます。もうちょっとタピオカの食感もあったらもっと良かったんですけど、やっぱりピザでは難しいかな。それおぼろ好き、私を待つのやあの人と、このあの人の正体は一体。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。